三江大学跟屏东崇华小学的 Online Call 六凯线上交流。这个是我们今天的主要的从日本过来的讲师 Sakamoto Sensei， 我是三江大学的 Momoka Sensei。今日は皆さんと百人一首や漢詩を通して、楽しく勉強したいと思います。どうぞよろしくお願いします。那百人一首又叫做榻榻米上的格斗竞技，那这个叫做 Yomite， 他是独牌的人。小仓百人一首分为二种牌，咏唱牌和夺取牌。竞技歌牌分为 A 到 E 级， A 级是最厉害的。十首歌牌的玩法，叮叮叮，白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更下一层楼。我傍床前看月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。奇怪了，对，我现在念的是日本课本的，它是举头望山月。我们台湾刚才讲说是 make 字，举头望明月，所以一样是唐诗，日本的跟我们不太一样哦。三千看，门头是个堂。では読みます。久方の光のどけき春の日に静の頃なく花の散る乱静の頃なく花の散る乱奥山にもみじ踏み分けなくしかの声聞くときぞ秋は悲しき声聞くときぞ秋は悲しき。坂本先生想介绍他最喜欢的一首。ではこれが私の大好きな百人一首の歌です。皆さんと一緒に読んでみましょう。ミセバヤーナ。ミセバヤーナ。大島の天の。大島の天の。袖だにも、はい、袖だにも濡れにぞ濡れし濡れにぞ濡れし色は変わらず、はい、色は変わらず。这首歌描写宫城县的松岛，那里有个小岛叫熊岛，是一首浪漫的爱情诗。春晓是日本的国中高中，有的小学他也有这个唐诗，他们出现频率最长的最多的就是这首。我们先一起用中文念念看，然后呢再请 Sakamoto Sensei 叫我们用日文怎么念春晓的中文。春晓处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。春陽毛光前春眠暁を覚えず、はい、春眠暁を覚えず少々低調を聞く
やらい夫婦の声。やらい夫婦の声。花おつること真ぬ多少ぞ。花おつること真ぬ多少ぞ。それでは、皆さんの大変上手な読み方、とてもびっくりして、感心しました。とても上手でした。一生懸命勉強したことがこちらにも伝わってきました。今度は私の住んでいる日本の小学校の皆さんと一緒にオンラインを通して百人一首の試合や漢詩の朗読をしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今天表现得非常棒。那接着呢，我们请日语专家哦，教育协会的藤田老师来帮我们今天的表现说一句话，叫藤田先生，お願いします。大家好，我是藤田智彦，日本台湾交流协会日本老师。今天我也很惊讶你们的日文很好。加油学习日文，加油加油，加油加油！日文很棒，继续加油哦。頑張ってください。皆さんこんにちは。私は六年生の小林信です。本日は本当に楽しかったです。いろいろなことを勉強しました。私たちにとって貴重な経験になりました。坂本先生、桃花先生、どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。